七不思議の裏不思議七裏、どうもよろしくお願いします。やっていきましょうか。やっていきましょう。七不思議です。お願いします。さあ、動画にする説とかね、はい、あったじゃないですか。七裏をありました。音声になりましたね、結局ね。まあ、その読んでる時の姿はですね、結構あられもない姿で肘とか書いたりとかして肘書くぐらいええやんか。結構激しくね、ボリボリ、ね、ボリ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 してるんで、やっぱちょっとそういう姿はね、やっぱ僕見せられないと。ビジュアル系怪談師ですから。ビジュアル系だったんですか。完全にビジュアル系。まあまあ、43なんで。43ですよ。あと2年ほどしたら多分急激に老化が始まるじゃないですか。おそらく。マジで、うん、老化？老化しますよ。何から始まるんだろう、老化って。記憶力の。来ませんでした30から。いや来てるけど、それに気づかない、気づけないのかな。もろにありましたよ、まず30、うん、で、見た目が老けてやばいってなって修正してみたいなの繰り返しですよ、はいはい、微修正の繰り返しですね。微修正の繰り返し。これはびっくりするぐらいほっぺた落ちてきますからね。ああ、頬がこけてくる。頬、いやいや落ちてくる。あ、老犬みたいになるんですよ。ああ、ブルドッグだ。ああ、だからもう上げて上げて。リフトアップリフトアップ。上げて上げて。あ、すごいですね。やっておりますけどね。まあ、それは俺も最近というかちょっと前から、ほらオールインワンって知ってる？ああ、全部入ったやつでしょ。とかをなんかちょっと意識するようになってきましたもん。ちゃんと美容化粧水と分けた方がいいですよ。やっぱそうなんですね。うん、僕は一応やってるんですけど。よくあるじゃないですか。なんかその40代からの何とかみたいな、なんか SNS とか見てても結構入ってくるじゃん、広告っていうか。ちょっと気になっちゃうもんね。あれね、多分ね、年相応なやつやった方がいいですよ。そっか、おじさん用のやつ。もう俺もメンズビオレを卒業しなきゃいけないんだな。メンズビオレはダメ。もうあれ20代まで。20代だよね。もうダメですよ。ていうか10代20代前半でしょ、メンズビオレ。そう、もうダメです。何使ってんの顔洗う時。洗顔は僕40以上のやつですよ、白いやつ。ルシードのおじさんのやつ。あ、出た、ルシード。ルシードおじさん向けの展開今してますからね。泡で出てくるやつね。あ、はい、こういうやつ、はい、ああ分かる分かる。俺もそれ使ってたの。それ、まあ、もう化粧水とかもめんどくさいんでオルビスってやつを使ってます。ああ聞いたことある。のメンズ用ですね。はあ、ウルオスってのもあるよね。ウルオスはウルオスですね。そうだね、あれも確かちょっと年オーバーエイジ気味の人が使う。ありますけど、ね、シャンプーとかリンスとかもそうですよ。そうでしょう。なんかスカルプ、スカルプね、なんか高いな、シャンプー。あれ高いです。俺も使ってんの多分3000ぐらい。高っ。俺今までメリットとか使ってた、サクセスとか。ああダメですよ。失敗なんですよ、サクセス使ってるようじゃ。全然成功してない俺の。そう、髪の毛がどんどん死んでいきますんで。これはね、ちょっとシャンプーもね、だから最近ちょっと、ま、迷ってます、新しいシャンプー買うときに。おすすめちょっとサンプルとかね教えてもらえば、リズナーの人に、こう聞いてもらってる人に。43歳のおじさんが老化を止めるためにこういうの使ったらどうですかみたいな教えてもらった方がいいですよ。確かに ね。それで俺アマゾンとかで見てると、うん、今シャンプーでユーマって書いてやつあんの。UMA って書いてやつあって、めっちゃ高いんだよ。でもそれがでもキャラもキャラだし。いやいや誰が気づくねん。俺しか分かんないんだけどみたいな、はい、我々も悩みが尽きないんですけども、はいはい、皆さんからね、はい、そのフレッシュなラジオ、我々のラジオに、はい、人生相談というコーナーがありまして。ありますね。みんな悩んどるわけなんですよ。答えますか。ちょっと紹介できなかったのを全部紹介するっていうね、うん、言ってしまったがためにね、やりましょう。答えていきましょう。はいはいはい。まずは、うん、ラジオネームカーバンクルさんです。おお、あれだ、魔法跳ね返しますよ。魔法跳ね返してくれてカーバンクル。召喚獣さんですね、この人はね。召喚獣の方。ノブさん、モモさん、はじめまして、うん、26歳、同い年、付き合って1年、同棲を始めて3ヶ月の彼氏について相談です。何でしょう。何気ない会話の中で彼に丸々行きたいなと言うと、うん、行ってもいいよと返ってきます、うん、ご飯どうするって聞くと、うん、簡単なものでもいいよと、うん、私はこの行ってもいいよ、簡単なものでいいよという言葉がなんとなく引っかかります、うんうん、なるほど。もとでの存在がなんか偉そうじゃないですか、うん、行こうかなんて言い方もできると思いますし、料理に簡単なんてものはありません、はい、ちっとも優しくない。
ノブさん、モモさんはもやでで使っていませんか。彼の言い方に引っかかる私は心が狭いでしょうか。日本語って難しいですね。ご意見お聞かせください。悩んどるわ、カーバンクルが。まあ、じゃあ僕この問題に答えてもいいよ。ええ、あ、使っとるな。もう腹立つな。ね、よくないですよね。何々してやってもいいよって気持ちの表れですよ。してやってもって腹立つもんね。ね、これよくない、これ絶対。でも俺が自分で使ってるかっていうと、俺はそんなに自分では使ってないと思いますね。腹減りましたね。何食べに行きます？うん、食べてもいいよ。腹立つな。どうでもいいんだけど別に。あなたの場合は帰るって言いますからね。あ、僕の場合はそうですね。食べに行こうという提案に対しては帰るって言いますから、ね。そうですね。いや、家で食べるから。あとノブさんはどうですかって聞かれるんですけど、はいはい、僕はあの返事を忘れるっていう一番ダメな癖がありますので。そしてあの喧嘩になったりとかしますからね。返事をしたつもりだけど、してないんですよ。でもしたと自分では思っていたら、だから厄介。これは厄介ですよ。厄介、うん。声出てないんですよ。でも自分の中で言ったつもりになってる。なんで聞き取れないんだとさえ思っている。これはきつい。これはきついですね。でまあまあその細かい言葉でね。まあまあむずいっすよね。ちょっとイライラするでしょうけど。だからご飯どうするって聞くからダメなんじゃないですか。うん、好きなものなんだっけとか。答えてあげてもいいよ。いやまず答えるはず。聞き方ちょっと変えましょう。ご飯どうするとか、まあ、ねうん、まあ彼に〇〇行きたい行ってもいいよ。うーん、まあね、どっか行きたいこ行きたいとこあるの？どっか行きたいとこある？行きたいとこあるって聞かれたらもう多分彼氏なんていうかもうもううん、うん、まあでも多分ムカつく返ししてくれるきっとね。まあそうなんかな。だから言葉のキャッチボールをね、うん、もうちょっとラリー続けてもいいと思うんですよ。まあそう彼氏の方がね。ちょっとね、うん、いやいや、まあこのカーバンクルさんもちょっと抑えて。あ、もう一旦で腹立ってしまってるんで。なるほど。うん、もうちょっとねキャッチボールしてみたら一番いい聞き方を学べるはず。見えてくるかもってことですね。同棲してるんで。まあね。うん。まあ、頑張ってください。頑張ってください。ね、頑張って魔法をね跳ね返してください。そう、彼氏のことも跳ね返してしまいましょう。だけに、ね、カーバンクルだけに。続きまして、こんにちは、 B ちゃんと言います。B ちゃん、わかんないけど、めいちゃんみたいな呼び方したけど。B ちゃん何？怖い話じゃなくて、うん、怖いかもしれない話で悩んでいます。あれなんですか？先日メールチェックをしていたら、はい、稲川座長怪談ライブのお知らせが来ていたので見てみました。はあ、うん、大阪はあるのかな？うん、ほう、4日もあるのか。うん、全て抽選マジか。場所は、おお、メルパルクホール、歩いて5分やん。めちゃめちゃ独り言だな。めちゃめちゃ独り言言うな。これすごいでしょ、まんま読んでるからね。ああ、なるほどね。俺のネタかと思って、漫才の。これはいけという例のお告げかと思い、第3希望まで迷わず送信。後日当選メール、うん、土曜日が取れていました。やった、土曜なら連れも休日だ、よかったと。ここまではよかったんですけども、うん、曜日はともかく何日だっけと見てみると、はい、え、マジで？これはあかん。見たらそれお盆のど真ん中やったんです。あ、やだな、やだな、怖いな。というのも私霊感はないのですが、はい、以前 OL だった頃に、うん、見える人に時々連れて歩いてるねと言われたんです。あら、その人曰く優しいというか警戒心がないというかぼーっとしてるからあかんねんと。なので怖くなってしまって、ちなみに怪談ライブは初めてなんですと。ノブさん、何か身を守る方法ご存知ないでしょうか。図とかを持って、は図とかは持ってないのです。いい方法あれば教えてください。手立てがなければ選手でも引っ掛けて行ってきます。うん、今後生配信のチャットにインしなくなったらお察しください。いやいや、死んじゃったよってなんの。怖いけど、はい、まあ、なんかその要は何、霊にが引き寄せやすいの。はいはい、はい、っていうことからしいですね。どうなんですかね、そういう人が身を守る術。うん、気にしなきゃいいんですけど、気にしちゃうんでしょうね。気にしないのが一番なんですよ。でも言われるとそれは気になるでしょ。だって知ってる人からさ、あんたはそうだよって言われたら。でもそいつが 100% なんかどうかっていうところないですか。あ、信用できる人だったら信用しちゃうかもね。あ、その人との関係性にもよるかも。 なるほど、ね、あんまり自分と仲良くない人から言われたら、うん、なんだお前が言うことなんて当たるかいって言えるけど、じゃあ基本的にB ちゃん含め、リスナーの方にちょっと教えておきます。はい、教えておくっていうのもおかしいですけど、なんかついてるよとか、うん、ね、
言ってくるパターンあるじゃないですか。ありましょう、それはもちろん。なんか最近調子悪いでしょみたいな、後ろになんかいるよみたいな、はいはい、言ってくる人で、その後に解決策を言ってこないやつは信用しなくていいです。あ、これがどういう、これこれこうするといいよっていうね、うんうんうん、怖がらせるだけじゃん、ね、もう意味がわからないもん、うん、だから、はい、あまり考えすぎずに、うん、そして、僕とか、まあ、ヤースとかがよく言うんですけど、うん、もうどっか行ったりそういう、ね、階段の跡とか、うん、もう家帰ってきてもう桶にあらじをぶっ込んでそれといて頭からかぶれば大丈夫ですという、はい、対処の仕方というか、うん、じゃあ B ちゃん、うん、簡単でしょ、ね、塩入れて、うん、あらじをですからね、あらじを入れてやってみてください、うん。続きまして、はいはい、七星天道さんです。あ、七星天道さんいつもありがとうございます。まあもろもろありまして、うん、親友の幸せを素直に喜べない自分がいてなかなか LINE の返事ができません。もともと LINE を返すのが遅いんですが、特にその親友の声の返信を1ヶ月2ヶ月とか放置してしまいます。もうだいぶ放置するね。なぜかというと今私は仕事もプライベートも停滞気味、うん、悪いことがあるわけでもないんですがいいことも特になく少し低い位置で平行線な感じが続いています。ただ私自身別に今の状態にとても悩んではいません、うん、でも友達がいろいろうまくいっててそれを LINE で怒られてくるのを見るとついイラッとすると。なるほどね。例えば私が最近忙しくて疲れてたって話をしたことに対して軽い返事をしてきて、はい、うん、その後にすぐ求めてもない彼氏とのツーショットを送ってきてプレゼントと言ってきたりするんですと。その子の彼氏と私がもともと仲良くて私が2人をくっつけたのでその子曰くキューピッドの私へ現状報告してるだけらしいんですけども、仕事で疲れてるのとか知ってて休日のデートの写真を送りつけるのは自慢当てつけと思ってしまったりするし、友達が幸せそうなとても喜ばしいのですがその反面私の状況と比べてしまって焦ったりイラッとしたりしてしまいます。でもそんな風に捉えてしまう自分のこともすごく嫌だし、なるほど、ただそのことは疎遠には、ね、なりたくないし、うん、そのこといろいろ話をしたいという気持ちもどこかにありますと。うーん、私が自己中でネガティブ好きなのは分かっているのですがどうすれば自分と相手を比べずにただ相手の幸せを喜ぶことができますか。あとどうすればネガティブにならずに人と話すことができますか。です。ものすごい難しい。うん、まあ要はあれですね、まあ、ようでもないんですけど、ね、比べてしまうということですね。自分の現状と、その親友というかお友達、はい、自分がくっつけたであろう、うん、女の子が、まあ、要はそのうまくいって、まあ、ちょっとやっぱ羨ましいみたいな気持ちがあるのかな、はいはい、七星さんの中でね、はい、同じテントウムシなのになんぜあのテントはうまくいってるんだと、6星しかないのに向こうは1星足りないのにと、うん、私は7星なのに同じ星のもとに生まれてきてるのに、うん、欲しがりな私をもう、ね、流れ星願いをこれどこまで星で行くんだろうこれはと思いましたね。どうでしょうか。俺はもう解決できますけど。お、行きますよ。あ、じゃあ譲ろうかな。今回譲ります、ノブさんに。あ、そうですか。譲りましょう。ゲームだと思いましょう。ほう、あなたは、うん、ロールプレイングゲームの主人公なんですよ。ロールプレイングゲームの主人公、はい、でね、うん、このゲームは、うん、徳を積まないと幸せが来ないんですよ、うん、人生というものは、はいはいはい、厄介ですよね。だから徳を積むだと、もう桃太郎伝説ですね。あ、そう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 、だから心だからね、あれはね、心、うん、あのね、友達が例えばね、うん、LINE を送ってきてそこにハッピーな写真送られてきてるじゃないですか。送られてきた。でイラってするじゃないですか、いや何これ、その何これでもう徳一個下がられてるんですよ。あ、もうそれを一回思うことでもうそのもう本当はすぐ手に入りそうな幸せがどんどん逃げてしまってるんですよ、うん、だからそこは無理やり封じ込めるんです、うん、無理やりうわ幸せだねよかったねって無理やりその方向に持ってったら知らず知らずに徳積まれてるんで気がついたら幸せになってます。なるほど。の考えが僕はもうプラス思考の秘訣なんですよ。僕そうなんですけど、無理やり封じ込めんすよ、ネガティブだったり、うん、嫌なことを、はい、でそっちに方向転換すると勝手に自分自身の徳が積まれていってレベル上がっとんすよ、うん、
そしたらうまくいくと思うんで、七尾さん頑張りましょう。じゃあ僕はね、はい、前もラジオで一回言いましたけど、はい、積水ハウス理論ですね。あ、言っちゃうやつね、それ積水ハウス、ね、そう、なんかがあって、うわなんか嫌なことあった、うわ幸せそうな写真送ってきた、なんだよこれ、積水ハウス、うわ下手だなであの曲が流れると今みたいな音痴じゃない曲がちゃんとした音程で流れると、流れるんですか、なんかこう一つの物語が終わったみたいな。音痴だったらダメです、ダメです、ね、今のだとなんかちょっとよりへこんできますから。積水ハウス、ね、家の基礎から崩れていきます全く家建たないですよそんなんだったら。頑張りましょう、頑張りましょう。続きまして、はいはい、匿名希望です。はい、匿名希望、ただ名前書いてありますけどね、まあ本名なんでしょうねそれはね。いや違います、カッコ何々って書いてあるのに、うん、匿名希望でお願いします。ああまあまあなるほど、はい、ああなるほどね、シュートと義弟が頻繁に電話をかけてくると。ああ義弟は義理の弟ね、長い時は10時間、シュートも数時間、ひどい時には2人が時間差で電話家事が全くできなかったこと や、ね、用事や客が来ていると嘘をついても時間を空けて再度かけてくる。なんで電話の内容は愚痴、女性の愚痴を上回る愚痴、うん、とにかく2人は次男の嫁の悪口ばかりです。なんだそれは。正直関わりたくないけど主人の身内だから仕方なく相手をしています、うん、主人に相談しても無視しとけの一言、うん、実の息子は無視できても嫁の立場は難しいです。まあね、そりゃそうでしょう。ちなみにシュートと義弟は嫁との離婚を考えているようです、うん、小さな子供が2人いるのにそのあたりの意味が私には全くわからないと、うん、義弟やシュートどう思いますか、夫が嫁の悪口を義理の姉に話すもんでしょうか、うん、次男の嫁は人の悪口は言わない穏やかな優しい子です、うん、ももさんどう思いますか、また既婚者のノブさんの意見をお聞きしたいです。だからね、まあやっぱその環境っていうものを考えてね、うん、まあ、本来してほしいわけですよね、こちら側としてはこの投稿者の方からしたらね、うん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 、まあ、日常の生活でやらなきゃいけないことがたくさんあるわけですから、うん、その中で数時間の時間を捻出するってことはものすごく大変なわけですよ、はい、まあ、ノブさんもそうでしょうけど僕でもそうじゃないですか、はいはい、何かを一日のねこうルーティーンがあって決まったことがあるわけじゃないですか、はいはいはい、数時間は無理でしょう。ああ無理ですね。しかもその数時間っていうのが急に来るわけですから、決まった日もね、無視してね、ちょっと聞いてみたいな、うん、これこれこういうことがあって、はい、でこっちは切りたいのに、はい、でもその立場的にガチャって切れないじゃないこの場合も、うん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 、これは本当に分かんないと、ええ、これダメなパターンよりですけど、うん、主人が無視しとけって言うてんすよ、うん、って言ってるね、主人はね、ね、うん、無視しとけって言ってんすよ、うん、電話出なきゃいいんですよ。出て出ちゃって気づくっていうパターンでしょ。でも多分家電でしょおそらく。ああ多分そうなのかな、家電だと思うんですよ、うん、で携帯電話だったら番号入れときゃ出るじゃないですか、うん、で家にその番号通知がなければ、うん、出なきゃいいんですよ。今このご時世重要な電話は全部携帯電話にかかってくるはずなんですよ、うん、だからもうこれはもう主人が言った通りの無視しとけをもうやりましょう。まあそれか、まあ俺の個人的に思うこととしたら、まあご主人が一緒にいるときはご主人に出てもらうっていうことだね、うんうん、もうその主人巻き込んだ方がいいですね、ご主人旦那さんをね、うんうん、そのもうそんな時間ないんだよ、そうそう、ね、この方が矢面に立つ必要はないはずなんですよ、うん、だからもうそれはもう主人が相談してね、うん、無視しとけって言われたら、はい分かりました無視しますでいいんですよ、まあ、それでなんで無視するのって言ってきたらもう主人がああああってなるから絶対。だからこの主人はもう家族やと思う、家族のことやから、うん、適当にあしらっとけっていう感覚で言ってるから、もちろん本当にその自分の奥さんがこの、シュートとかね、うん、義理の弟とかに文句言われるようになったらご主人多分出ていくと思うんで、うん、矢面に、うん、だそういう状況に持っていくために無視した方がいい気がしますね、まあ、あともうあれですね、電話もうどうしても出てしまったら、うん、で向こうがバーって言ってくるようだったら、うん、もう来客が来たんで逃げですね、
もうピンポン来たんで逃げでぼかしますね。用事や客が来ていると嘘をついても時間を空けて再度かけてくるんですね。もう電話線取りましょう。もうその何時から何時まで間電話線抜いちゃいましょう。そうしたらね、だから無視するのが一番です、ね、もう無理、そんな常識の通じない人はね。そうなんです、うん、じゃあ最後、はい、いきますよ。お願いします。なるほど、名前がですね、名前、ひたすら自粛期間中七不思議のラジオや動画を楽しみに生き抜いているババアキースタグラムです。いや神様じゃねえかね。やってることと言ったらやってることは神様で、自分でババアって言っちゃったキースタグラムさん。最近とても気になっていることがあり、はい、2人の意見を聞きたくメールさせていただきました、はい、それは体毛についてです。我が家の中3の次女は女子なので、うん、脇はもちろん腕や足とても気にしてお手入れしています。それほど濃くもないのでそんなに気にしなくてもいいんじゃないというと、だって男子だってみんなツルツルなんだよ、恥ずかしいよというのです、はい、今時の男の子たちは腕や足の毛をきちんと処理しているとのことで、女子の自分がボーボーなのは恥ずかしいというのです。なるほど。私は剃った後に伸びてきた毛がちょっと触れ合った時にちょりちょりチクチクする方が嫌だなと思うんですが、お二人はどう思いますか。また世の中の男子に必要以上にお手入れするのはやめるように言ってください。ちなみにババアは年を取って体毛が薄くなってきました。面白いな。まだまだ暑い日が続きますが、お体に気をつけて楽しい放送を私たちに届けてください。ありがとうございます。グレードアップしたサイン色紙が欲しいキースタグラムより。あら、なるほど。欲望がすごいですね。いいですね、キースタグラムさん、ね、そしてあれですか、体毛問題、世の男性にあんまり毛を剃るなと、はいはいはい、でも僕は正直言ってね、その中3の中学校3年生の女の子でしょ、はい、これは気にしますよ。それはいや気にするでしょ。で、あの俺らが学生だった時代より今の時代ってより剃る文化って、うん、あのなんていうのかな、一般的になってるからね、うん、絶対、そうですよ、うん、だから、この辺とかでしょ、指毛とか、ね、こういう、うん、そのそう、あとはこの辺のそこ、指毛って剃ってんすか。あ、俺これナチュラル、ナチュラル指毛、それ何もやってないよ俺これ。あ、でも生えてるね、ちょっとね、うん、そうそう、あ、でも薄いね、うん、そうなんです。我々なんか毛薄い説あるじゃないですか。あ、ありますね、ええ、そうですね、まあまあでも薄いっちゃ薄いのか。いや、剛毛ではないですよ。男ってやっぱり結構、タイプ分かれるから。ああ、そっか、うん、みんなギャランドゥありますもんね、やっぱりね、ある、うん、こういうのはないですもんね。だからそういう意味で言うと元、でもまあそれでもクソってはいますよ、僕たちもね。どこ毛剃ってます。まあ定期的なお手入れですよね。短くするってこと。脇毛、うん、は整えるっていうか、なんか薄くしてる。俺もともと脇毛薄いんですよ。あ、え、それ何ヶ月前にやった。やってないですか。えっ、ー、えっ、ウでしょ、えっ、えっ、うるさいな、もうえっ、いや自分も言ってんのこれ薄でしょ。めちゃめちゃ薄いんですよ。じゃここだけ画像見せたいですけどね。脇だけ、ここだけ画像を見せ、脇薄いんで、夏場とかはもうこれ全部いっちゃったりもしますけど。なるほどね。面倒くさい時は、はい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 。あと僕、それ髪の毛と眉毛以外の毛いらないと思ってるんで。あ、基本的には。あ、でも基本股間なりお尻なりもうほぼないんですよ僕。それジムで剃ってんの。いやいや、ケツはもともとないんだ。ないんだ、もともと。で、股間に関してはもともと薄いんですけど、まあ、いらねえなと思ってますね。だから今の状態はじゃあ別に薄いけどナチュラル薄いんだ。うん、でも見せてくれんのかい。じゃあこれも画像でしっかりね。出せるか、ほら。ああ。ここ切ってんすよ、もう。あ、ほんとだ。いらないんですよ、範囲これで。すごいな。で、伸びても、本当にスポーツ狩りぐらい。わ、そんなもんなの、ええ、薄毛で悩んでる人ですよこの当時でしょ。そうぐらいしか生えてない。ハゲのおっさんが悩んでるなっていうぐらいしか、そう、股間が生えてなかった今。だから、ま、男なので、うん、生えててもういいっていうなんか防御線があるじゃないですか、はいはいはい、だけど女の子って生えてるよって、だから僕はすごく気持ちが分かるので、うん、だからこのキースタグラムさんのね、そうそう、
娘さん寄りになってしまうな。うーん、申し訳ない。これ、ね、キースタグラムさん、我々はこの次女の味方です。そうですね。でキースタグラムさんは徐々に今薄くなってきてるんですよね、うん、だから多分次女の方っていうのも徐々に薄くなっていくもんなのかな。いや、あとね、毛はね、もうその青春時代にいじりポイントですからね。まあそうなんだよね。いや、もうちょっとね、脇毛がちょっと見えた女子とか絶対いじられるじゃないですか。分かるわ。もうあだ名決まるんですよ、そこで。分かるわ。ちょっとヒゲ生えてる女子とか、ああ言われそう。そう、もうかわいそうなんですよ。背投げがちょっと濃い女子とか。セナとか言われるもんね。絶対あいつのセナきつくねみたいなとか。アイルトンね、アイルトン。そう、いや本当に自己死してしまいますよ、この流れも。いやー、かわいそう。だから、うん、もうそういじられポイントとして毛はね、毛は存在しているので、だから多分剃った方が、もう次女のためです。そうですね。で、そして学生生活も楽しくなるんじゃないかとね。そこで強いメンタル、うん、ね、跳ね返せるメンタル、僕必要ないと思います、うん、もうそこはね、もうやりたいようにやらせてあげてください。その方が次女はね、楽しい学生生活を送れますんでね、うん、うん、っていう感じですね。で、楽しくね、うん、すくすく大きくなってください、うんいや、俺で終わりとったよ。いや、でも気持ちが分かるなと思って、分かるでしょ、ね、すごく分かる。ということで、今回も迷える子羊たちの相談乗りましたけども、救出しましたね、ということで以上でございます。はい、七浦でした。ありがとうございました。ありがとうございました。